母音は言葉を発音するときの音声の一種類。普通の母音は声帯の震えを伴う優勢音であり、ある程度の時間、声を保持する持続音である。舌、歯、唇、または声門で息の通り道を完全にも部分的にも瞬間的にも閉鎖はせず、また息の通り道を狭くすることによる息の摩擦音を伴うこともない。死ンとは、 対立概念であり、英語のバウエルから V と略して表されることもある。母音は単独で、あるいはその前後に一個または、複数のシーンを伴って、一つの音節を構成する。すなわち、音節主音としての機能を持つ。国際音声記号では、母音ノートを決める以下の三つの主要なファクターに、従って母音を分類している。その形から母音三角形とも呼ばれる。 IPA の母音チャートの見方。左を向いている人の口の大きさと下を盛り上げる位置にチャートは対応している。IPA の母音チャートとフォルマンとの関係。縦軸と横軸は、それぞれ階位と階位の振動数を表している。母音の音色を決定するのは、舌の形と唇の形、顎の開閉度である。そこで超音音声学では、 母音を分類する基準として、唇の丸み加減、下の最上部の前後と下の最上部の後傾の位置が使われる。これらの状態により、IPA によって基本母音が定められている。ただし、これは物理的に下の位置を測ったものではなく、聴覚印象上の音の距離によって決められたものである。下の頂上の位置を前後によって分類される。 下の頂上の位置を皇帝によって分類される。唇の丸みを伴ったものを遠心母音、そうでないものを非遠心母音と呼ぶ。超音器官の筋肉の緊張を伴うと、考えられるか否かで母音を弁別することがある。前者を緊張音、後者を弛緩音と呼ぶ。必ずしも筋肉の緊張があると証明されてはいないので、純粋な音声学的な研究ではあまり、 扱われないが、個々の言語の音韻論では、伝統や母語話者の感覚に基づきこの用語が使用されることがある。例えば英語音韻論では、特に一般米国英語発音の母音の分類で、伝統的にこの実語が使用されることが多い。この場合、英語音韻論上の単母音、を四官母音、英語音韻論上の長母音と二重母音、i、u、a、i、o、a、 緊張母音に分類する。この分類は、英語の解音説が必ず緊張母音で終わることなど、英語の音説構造の特徴を説明する際には非常に利便性が高い。また、子音のうち、有声音を難子音として、歯間音、無声音を高子音として、緊張音に分類する。そもそも英語の発音では、文末の有声子音が無声化する場合や、 音節協会上の本来は、無声シーンの t が母音に挟まれると優勢化する現象などを考慮すると、英語のシーン音素を優勢音と無声音で対比させることは、必ずしも正確だとは言えない。母音は、その持続時間の長さの違いによって、長母音と短母音に分けられる。言語の中には長母音と短母音の区別により意味の弁別を行うものがある。日本語も、 その代表であり、長母音を含む音節を長音と呼んでいる。なお、英語の愛とは、習慣的に長母音、短母音と呼ばれることがあるが、実際には長さは、弁別的ではない。英語ではビード、バイ、ディ、ビート、バイトンのように音節末の子音の優勢、無声の区別に、長さを利用している。一つの母音の発生中に長音を変えるものを二重母音と、 呼ぶ。三種類の超音があるなら、見重母音と呼ぶ。二重母音、見重母音は、あくまで一つの母音であり一音節であるが、単なる母音の連続は、複数の音節となる。鼻からも息を出す母音をボ母音と呼ぶ。標準的な日本語ではこの音は、音素としては存在しないが、実際の音では、雰囲気、陰影など、発音の次に、母音、半母音。 摩擦音が続く場合、発音が微母音化して、それぞれ、息、または、生き、いいと発音される、は、愛に対応する微母音である。母音を超音する際に舌線を反らせたり、舌を盛り上げたりすると、陰頭に、狭めができて、R 音のような音色を備える。これを、R 音かといい、R 音性の母音ができる。母音は言語によってはしばしば無声音として、 実現されることもある。この現象を母音の無性化という。例えば、日本語の音音体系において、無性シーンに挟まれた共母音、愛、や、無性シーンの後で、分節末でピッチの低い共母音、愛、などの場合がある。ただし、中部地方から中国地方にかけての方言においては、母音の無性化の起こらないものも少なくない。 中国語や琉球の都方言などの言語には、下先母音、または、下先的母音と呼ばれている特別な母音がある。下先母音は、普通の母音のように主に絶命を用いて発音されるのに対し、舌の先端を郊外に近づいて発音されるため、しばしば、Z や S に類似する摩擦騒音を伴う。性節的シーンと解釈される立場もある。 表記習慣上、下先母音を普通の母音と区別するため、中国語処方ことや、南琉球処方ことの文献では、以下のような国際音声記号にはない記号が使われている。研究者によっては、のような母音を、S、Z などのように記述する場合もある。霊絶、歯、唇、または、正門で口からの息の通り道を完全に、 部分的にあるいは瞬間的に閉鎖せず、かつ、高校内の上下の超音器官の間隔が狭い、無摩擦の優勢音を、接近音といい、接近音は、持続音として発する場合は強母音として母音に、含めるが、持続せずその構えからすぐに続けて、別の母音を発する場合は、一般に、その接近音を半母音として死音に含める。また、美音の、M、N、 や、流音の L などが音節性を持って母音のように用いられる言語もある。H を無声の母音とすることがある。南琉球方言における下先的母音の超音的特徴、宮古多良マ方言を対象としたパラトグラフィー調査の初期報告。音声研究1 4 1 6 2 4イ、1 0 2 4 4 6 7音声研究。 14.26狩又茂久琉球宮古処方庫との音韻琉球宮古方言の音声資料の収集研究西原町ピアニッシモ61から 62https コロンスラッシュスラッシュ hdl.handle.net スラッシュ20.500.12000スラッシュ8908ありがとうございます